見たな。ジェスチャーゲームしようぜ。ジェスチャーゲームか。ちょっと試しに野球のジェスチャーやってみて。野球のジェスチャーやってみて。いや古いさバッティングセンターにしか見えないあるじゃん。あるね。あのバッティングの芝のあそこの古いやつし、そう古いバッティングセンターの台にしか見えないんだけど先輩先輩譲るすぎ、後輩はちゃんと先輩に先輩一人で言うておいてくれよ未来のジャニーズがいた。え？未来のジャニーズがいた。未来のジャニーズがいらっしゃる。やってみようか。俺がどんぐらいバッティングセンターのあれに見えるか。もうちょいしてから。ゾウさんがいっぱいいるから。先輩がいらっしゃる。いっぱいいらっしゃるから。みたいな先輩のエンブレムで先輩がいっぱい出てくる。あ、また一人先輩が入ってて。2人先輩入ってる。お前はなんかどうしたの？ん？いや別に何もないよ。俺がどんぐらい旧マッキングセンターのやつが見えるの？あーこれ出るあれだ、芝バッティングドームのやつだよね。70キロのところだ。しかもまんま見えるもんね。ジェスチャーゲームやろうぜ。まあ、お題何でいくじゃん。最初一旦、はい、俺が言ってどっち、うん、そう、どっちでもいい。しかも俺も準じるよ、それに。お題は。お題ってか、あれ、はい、ジャンル。ジャンル。ジャンルか。動物。はいよ。じゃあ、どっちか行く？俺から行く？分かった。絶対当てれるようにやる。ゾウ。はいはいはい。青ね。青。よし決めてきたよ。自分で動物ったんだけどな。俺もねゾウやろうと思ってた。あ、そうなの。おや。ああ多分キリンじゃね。ダチョウに見えんだよね、こっちから見ると。細さ的にだっていけよね。じゃあ次俺がジャンル決めるか。何しよっかな、ジャンル。じゃあちょっと、はい、ジャンルね。じゃあ、 あの野球関係とかもあったし、スポーツでいる。じゃあスポーツ、スポーツっていくつになるのか分かんないけど、ちょっとじゃあやる。あボーリング。はい、オッケーです。ちょっとあのスポーツか微妙な括りで行ってみた。じゃあスポーツ、ボクシング。やっぱり私何やばれてんだこいつと最初あの子供がバタバタしちゃった時の紙相撲かと思った相手ね、俺とは関係ないもん、スポーツも。ああ、いつもなんか野球やる、野球やる、野球やる、野球やる。じゃあさ、難しいようにしよう。じゃあ難しい日常を切り取った姿
日常で必ずやること。あー、無理じゃね。ただ長めにジェスチャーとなんだ。いやー、いいでしょ、これ分かったでしょ。え、なんだ今。もう一回じゃあ切り取るよ。水飲んでる。場面切り取るよ。ああ、なんだビール。あ、ない。うがい？違うよ。ビール？違う、ビールじゃないよ。力持ちして。何あれ？わかんねえ。最初なんだ。え、なんか言えてるから。あ、ビールか。ビールだ。飲んでる、飲んでる。違うよ。ビール毎日飲むやつも少ないだろ。お前だろだって。人々の日常生活だぞ、お前よく考えて。子供以外やってんじゃねえのかよ。子供もやってるよ。子供もやってる行為だよ。じゃあ何、正解は歯磨き。歯磨きか。こうやってやったでしょ。いや、手の動きはちょっと分かってる。なんだあいつ、あ、手何やってんだ。じゃあいいよ、やってきなさい。日常の動きやる。そう、日常の動き。だから俺の歯磨きが分かりやすいんじゃない。あ、靴履いたりとかさ、行く前に。これ起床でしょ、起きたんでしょ。あれ、おはようかおやすみまでライオンでしょ。もう一回行け。そうだね。なんだろう。これでこの、きめ細かくならないドットでできるのは何だろう。クロスさんが取りそうなことさ。それはだってさ、答えにならないじゃん。高校の時の担任。むずくね。お前ら一択しかねえじゃん。何が？お前一択しかねえじゃん。いや、俺その一択が分からないけど、どれか分からないね。担任でしょ。え、担任でしょ。担任っていうか、あれ違う違う違う、教師。担任ってお前みそしか言えじゃん。お前めっちゃえ、みさわみさわだよね、あれ教託蹴った時。そうだよ。よし、当てるぞ。高校の教師です。教師担任。わかんねえ。何？JP。 名前出てる。どういうやつ？ちょっと待って。俺ね、ちょっと名前。小堀屋。正解。一回見てたから、これが見えないんだよね。一直線に見えちゃうんだよね。小堀屋か。1回目ぐらい、うん、これだったらそれぐらい特徴ないとできないですよ、うん、一瞬さ、1回目ってやったの誰かと思って猪越しかなとか思ってた、ずっと。ビジネスとか。そう、猪越しとか。
金子とかばっか浮かんでたから誰だろうとか。